ヘネラル・ロドルフォ・サンチェスタ・ボアダ国際空港は、メキシコ合衆国バハカリフォルニア州メヒカリにある国際空港である。一般にメヒカリ国際空港と呼ばれる。メキシコ最北の空港であり、付近にはアメリカ・メキシコ国境がある。空港の名称は、メキシコ軍港間でバハカリフォルニア州知事であったロドルフォ・サンチェスタ・ボアダにちなむ。メヒカリ国際空港は、 メヒカリ市の東2 0トルに位置する。空港の面積は535ヘクタールで、全長2 6 0 0ル幅4 5ルのアスファルト舗装滑走路があり、ボーイング737、ボーイング757、エアバス A320 などの航空機に対応できるように設計されている。それぞれ長さが3 8 5メートルと4 6 0ルの、 幅23メートル誘導路を備える。空港には、商用航空機3機分の中機場を備えた、水構成コンクリート舗装のエプロンと、ゼネラルアビエーション24機分の中機場と3つのヘリパッドを備えた、アシファルト舗装エプロンがある。この他に、消火、救難航空機用施設、機械室、航空投下管制等、3つの格納庫、水処理施設がある。 2018年に就航した新規路線の貢献により、同年には国内の空港で最大の成長を遂げた。2019年には119万1920人の旅客を取り扱った。ありがとうございます。